来年静岡県東部にオリンピックの自転車競技を行きます。小山町でロードレース、伊豆市でマウンテンバイクと、トラックレースが行われますけど、せっかくこの世界最高峰の競技がこの地域に来るので、多くの人に自転車の魅力を分かっていただきたいと思って日々活動しています。自転車はもちろんそのスピードとか、あるいは、健康とか、あるいはコミュニケーションのツールであったり、自然を楽しむとか、さまざまな面があるので、多くの人が自転車の魅力を知って、交流していただければ、この地域が元気になる、そのことを信じて日々活動を続けています。